生田神社の超鎮2020年東京オリンピックの開会式で灯された超鎮上鎮は伸縮自在な構造で細い先き竹等でできた枠に紙を張り底にろうそくを立てて光源とするもの。ろうそくではなく電気による光源のものもある。内部に明かりを灯し紙などの風貌を通して周囲を照らす。日下げは手に下げるという意味で 傾向できる明かりを意味し、現代における懐中電灯の役割をするものを呼んだ。ちょはその内部にろうそくを灯して持ち歩いたが、現在では祭礼の際を除くと、日常の場でこのように使われることは、ほとんどない。近年は、竹ひごや紙の代わりに、プラスチックのシートを使い、 ろうそくの代わりに電球を使って、主に祭りなどのイベントや看板として使用されることが多い。インテリアや土産物などとしても販売されている。歌川国吉の浮世絵提灯は中国から日本へ伝来したが、中国から伝わった提灯には縦に竹ひごが入っており折りたたむことができなかった。提灯について書かれた、最も古い文書は、1085年に書かれた。 長屋軍祭、絵画は1536年の日蓮聖人中さんとされている。室町時代の終わり頃に折りたたみ可能な構造が考案されたとされる。江戸時代以前は上流階級において宗教的な祭礼や儀式に使われた。江戸時代以降はろうそくが普及したため庶民も照明器具として使うようになった。現在では照明に電球を用いたものが多い。 提灯の火袋に屋号などを書き入れる、洋末付け作業風景と、様々な提灯種に持つ弓張り蝶賃、吊り下げる釣り蝶賃など様々な形がある。祭事に使われるものは、神社仏閣の名称、または家紋などを記し、両風を楽しむ際に使われる岐阜蝶賃などは、風景などが描かれている。中国語では、日本でいう末置き用の安堵を含め、灯籠と呼んでいる。 中秋節などに用いる柄のついた手持ちの提灯は手下道路と呼ぶが折りたたみ式のものは少ない。紙製の折りたたみの提灯は折り上紙道路と呼ぶ。小田原ちょのような円柱形のものは地下と灯籠を動物や植物などの形にしたものは造形道路と呼ぶ。大型で軒などに下げるものは休憩に近いものがよく用いられるが 竹ひごは縦に通すことが多く、このタイプでは折りたたむことができない。現在は照明用というよりも、刑事の際の飾りや、企業名や商品名を書いて広告として使うことの方が多い。軒に吊るすための枠をつけた四角いちょは、給湯といい、中には、総馬刀に加工しているものもある。 中国と台湾と日本の各地で作られており、日本での有名生産地域は、福岡県の八女町鎮、神奈川県の小田原町鎮、岐阜県の岐阜町鎮、京都府の京城鎮が有名。生産量1位は、岐阜町鎮である関東終わり津島天皇祭、緑町鎮、葛飾北祭、百物語。ありがとうございます。